メイ様、こちらへお越しください。リヒト様、どうして、どうして戻ってきてくださらないの？1年前、柴田理人はルチア様に仕える執事でした。その頃私は第二執事として献身的にルチア様に仕える彼を間近で見ていました。ルチア様は当時ほとんど授業に出ておられませんでしたから、この事実を知る者はごくわずかですが、そんな二人を引き裂いたのはメイ様、あなたなのです。あなたがいなければルチア様は本郷家を継ぐ唯一のレディーとして生きることができた。あなたがいなければ彼がルチア様の元を離れる必要もなかった。ルチア様が病んでおられるのは体ではありません。